見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。季節の変わり目となる今の時期、私たちの体は気温の変化に対応しにくくなり不調が出がちだ。更年期世代の女性にとっては、血糖値や血圧の変化など体の変化に悩まされやすくもなる。そんな時におすすめなのが小豆紅茶だ。小豆と紅茶の組み合わせは一風変わっているように思われますが、意外と合いますし、健康に作用する働きを見てもとても理にかなっています。こう話すのは石原クリニック副院長の石原先生だ。石原先生は生姜紅茶など漢方の要素も取り入れた食による体調改善を提案しているが、その石原先生が次におすすめしているのが小豆紅茶なのだ。小豆と紅茶はそれぞれで体に良い働きをすることが分かっていますが、酢を組み合わせるとさらに効率よく効能を取り入れることができます。石原先生、いかどう？まず、あんこの材料として知られている小豆にはサポニンというポリフェノール成分が豊富だ。小豆の赤色はサポニンによるもので、活性酸素を除去する抗酸化作用が知られている。小豆には赤ワインの約 1.5 から倍のポリフェノールが含まれているそう。サポニンにはコレステロールや中性脂肪の増加を抑える作用や、血液をサラサラにして血栓や動脈硬化の予防をする働きもありますから、心筋梗塞や脳梗塞の予防も期待できます。小豆には食物繊維、タンパク質、ビタミン B 群や葉酸などのビタミン類、カリウムなどのミネラル類、鉄分、イソフラボンなども豊富。カリウムには血圧を下げる働きがあり、小豆に含まれる不溶性食物繊維は腸内環境を整えてくれます。そのため、便秘改善や免疫力アップにもつながります。その他にも、食物繊維には血糖値の上昇を抑える働き、ビタミンミネラル類は、抗酸化作用による美肌効果やシミやシワの改善が期待できます。豆の部分にたくさんの栄養が詰まっていますので、ぜひ丸ごと食べてください。小豆の鉄分は貧血改善、イソフラボンは女性ホルモンのバランスを調整し、更年期症状の緩和や、女性特有の乳がんや子宮がんなどの予防効果も期待できるそう。まさに栄養の宝庫、小豆だけでもこれだけの健康効果が期待できるのだが、実は紅茶にも様々な作用がある。紅茶にはスーパーカテキンと呼ばれるテアフラビンが豊富に含まれています。カテキンは抗酸化作用で知られていますが、スーパーカテキンの働きはカテキン以上で、内臓脂肪抑制、抗炎症、抗ウイルス、抗菌性、抗歯周病などがあります。さらに発酵食品である紅茶は体を温める働きも、それぞれでも豊富な働きをする小豆と紅茶だが、この酢を組み合わせると適面なのが利尿作用なのだそう。冷えやむくみは体に余計な水分が溜まった末に起こります。漢方ではこれを水毒と言い、水毒が万病のもとと考えられています。小豆紅茶の体を温めながら不要な水分を排出する働きは、不調原因を取り除いて体調を整え安くする上で非常に効果的です。